地元の名産品を販売するといったことをやっております。車窓からの風景と合わせて、水の
ショーケースのそんな列車にしていきたい。でまた、この小田原都内のこちらの専用ラウンジがありまして、こちらにつきましても、小田原市様の課題ラウンジご支援いただきまして、地元の木材などが入れました。テーブルに、そして、楽に、こういったものをご提供いただいております。このイスプレールを一人でも多くのお客様にご利用いただきまして、伊豆エリアの魅力をさらに感じていただけるというふうに願っております。最後に、ご関係の皆様に対しまして、改めて御礼を申し上げまして、ご挨拶をします。誠にありがとうございました。社長、ありがとうございました。ここで、それでは本日ご列席いただきましたご来賓の皆様を代表いただきまして、小田原市長加藤健一様よりご挨拶いただきする大切な役割を果たして大いに発展されることを心から期待しております。結びに今日の公演に向けてご準備いただきました全ての皆様方に心から感謝申し上げまして、
出発式に当たりましてのお祝いのご挨拶をさせていただきます。おめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。それではここで本日ウィズクレーンに乗務いたします運転士と車掌へ花束贈呈を行います。車掌は東日本旅客鉄道株式会社横浜支社熱海運輸局主任車掌山下奈々美。運転士は東日本旅客鉄道株式会社横浜支社交通運輸局主任運転士森かなです。花束を贈呈いただきますのは小田原市長加藤健一様。 JR 東日本横浜支社創立20周年を記念して選ばれましたオフィシャルキャラクター Y キャラの田辺桃子さんです。花束を受け取られましたら私とそのままのポーズで写真撮影を行わせていただきますので、それをまずはしばらくお待ちいただきたいと思います。報道関係の皆様ご準備はよろしいでしょうか。それでは贈呈をお願いします。真鍮の照明がさりげなくマリンテイストを演出するなど洗練された。
2時に撤収。